こんばんは。こんばんは。どうも。見ての通り、もう終わりましたよ。はい。お疲れですよ。はい。はい。終わりました。はい。寝たすね、いっぱい。寝ましたね。気持ちよく。で、今回はですね、西海市の大島町から、出てる、遊漁船、どんぶらこさんに、お世話になって、来ましたよ、と。はい。ティップラン。あ、でも最後は、ボートエギングなんかも。はい、やっちゃいましたね。させてもらってね、もう面白かった。一番面白かったはボートエギングが。サイトで。来るからさ、わーって群れがすごい、すごいサイズもあってね、一番大きいのはもう6,700、800、あったね。ってことで、はい、ご視聴いただければと思います。はい、VTR キュッ。はい、それではスタートしていきます。ティップランクね、もうかれこれ5、6回は行ってんのかな。まだね、専用タックルは持ってないんで、はい、SD の74の MMH ですね。水深が 17m、 エギーはアモラスですね。ティップライン用のアモラスジョイントを使っております。はい、やってまいりました。今朝の8時ぐらいですね。着底しましたね。まずはもうティップランからスタートです。今日はオフショアということでね、船長もね、今日今竿を出してますから、はい、はい、トラトラピンキーね、トラトラピンキーに仮面進化 20g。 魚来たエギ、エギに来たよ、エギに。アザフちょっと持って帰ります。持って帰ります。ほら。ちょっと。ほら。ガッポシやないの。可愛いちやないの。いいサイズやん。ね、いいサイズ。駅で。うん。40ちょっとあるね。うわ、いいじゃない、いいじゃない。おめでとうございます。ありがとうございます。これはイカ。しかもヨカサイズ。地下かな、そして。いや、これは大きい。ついてる。もう一杯ついてる。ほら。あ、いった。ダブル。いけ。でかい。大きい。あ、いや、逃げた。おい。やりましたね。テップラン。テップランでやったよ。うわー、いいね、綺麗。ついてきてたね。ついてきてた。押す。ついてた方がでかかった。ね。でかかった。キロ超やったね。キロ超やったっす。ほら、トラトラピンキー。トラトラピンキー。エギ王の新作エギ。あ、知らないですね。トラトラピンキーチャンス。そういうのがあるんですよね。はい。サーターね、そうだね、うん、サーターサーター、イカ。さっきよりはサイズアップしましたね。今のは分かったな、気持ちよかった。サイズアップ。うわぁ、ベロベロ抱いてるわ。これは距離あるよ。ベロベロ抱いてる。キロないな。ないぐらい。よーしょー、やりましたね。抱き出した。2杯目。これは分かったっす。もう極めたんやないの。ちゃんと分かったっす。お腹噛まれてる。あ、ほんまや。まあ、キロないぐらいか。キロないぐらい。800ぐらいかな。うん、7、
1800。うん、いやいいよいいよいいよ、いいでしょう、いいでしょう、いいいいいい、さすがですね。えぎはえぎはあ、えぎこれ単価だ、これこれもまだ10周年の新しいエギス。そう、今日ちょっと新しいので攻めちゃおうと思って、クリアがあんま反応良くなかったんで、これ赤下地ですね。赤下地、はい、これ赤下地です。ありがとうございます。ありがとうございます。来ましたね、めっちゃおるやん。めっちゃおる。あ、来た来た、もうすぐ早いね、うん、ここ水深の浅かった、ね、なるほど、ドラグ出しなさいよ。おお、じゃあこれクイックドラグなんだから、キュッて緩めるだけでもうビューいくんだから。うぃー、まだ来ましたよ。3杯目するじゃない、めちゃめちゃ。もう同じエギ、同じエギです、これは。おお、すごい、同じエギで伊達に行っとらんすけん、ディップラン何回もほげとってやけん。出しちゃおうかな、じゃあ本気のディップランのロットをね。駆け上がりになってる。はい、了解です。うん、注意やったね。さあ、船をね、付け直したということで、今28メーターからスタート。おお、当たったね。イカです。はい、イカです。イカです。はい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 。どうだろう。出てきてない。ない。なんか色がメス。うん。色メスとか言わんで。よいしょ。よいしょ。しょうがない。よしよしよし。はいはいはい、皆さん。お待たせしましたと。お待ちしました。ブリだって釣れた。ほら、イカだ。ディップラン釣れたよ。ちゃんとほら見て、デュエルの駅使っちゃってるから、これデュエル の、 あの新しいシステムからよ。しかもこれ先に直しますね、にゃんこの餌、はい、これは食べない。ありがとうね、助かる。うん、ありがとう、ありがとう。やばやば、たくられて、そっからもう鬼ファイトっすよ、竿折れていいかなと思って。はい、はい、いいか、これはいいサイズ、これはいいサイズ、これはいいサイズ、オッケー、来たよ。髪の毛生えてないから、髪の毛いるから。キロいったんじゃない、これはキロいったな。オスか、これ来た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 、見て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 、ちょっとメスー、メス。やっぱメスやった。おお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 ダブルです。ダブルでーす。ありがたき。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、お前、ステイ中やったよ。あんたも取り寄ったら抱いてきた。ちょっと、この、ホフってする。わかる、このイカの底見て見て。ここ、これで、ホフってするの。ホフって。やめなさいよ。ありがとうございます。あら、よかったです。よかったです。おめでとうございます。あ、来ました、来ました。あ、ついてきてる、でかい、でかい。反応するかな、ちょっと待って、エギここにある。でかい、でかい、する、でかい。エギ全然見らんね。でかい。
こえとるね。これとさ、ちょっと。ほい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 。まだちょっと打ってます。おいいよ。大きいんじゃないのかなこれ。あ、ついとる。ついとるついとる。ついとる。でかい。また俺メス？おらんかかった。はい、おはようございます。じゃあ来ましたね。メス。メス。贅沢は言えないけどな。ちょっと欲しいよね。まあ、まあ欲しい、うん、ってことですぐ投げます。よし、さすがよし。農館前にね、モバでボートエギングをやってみようということで、すごいですよ、モバ。ダイドル、ダクバ。よいしょー、来ましたよ。丸見えです。藻からブワって出てきた。入りしたよ。うん。入れて。はい、そうです。別のねは別の大きいの。そこにおる、そこに大きいの。うわー、あらわら出てきたね。やばいよ。楽しい。やばい。よいしょー。めっちゃ楽しそう、今の。これもリリースしましょうね。そのままリリースしましょう。はい、ありがとう。ありがとう、そんなに待たなくていいじゃない。はい、お疲れ様でした。疲れましたけどね。いや、疲れたっすね。楽しかったですね。かなり。今回ですね、はい、お世話になった遊漁船、はい、西海市の大島町、はい、どんぶらこという遊漁船にお世話になりました、はい、店長ちょっとご紹介します。見たことありますから皆さん見たことありますよ絶対。行きます。はい、どん。久しぶりです。誰でしょう。まあ、知ってる人はね、子さんのリスナーさん知ってるけどね、昔ね、リルレがコラボしたたくまん TV っていう、チャンネル、YouTube チャンネルですね、はい、の勇気ということで。どういうこと？こういうことですもうそのまま。まあ遊漁船開業したということで。そうそうそう、おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。平正狙うとか、うん、キャスティング黒マグロとかそういうのじゃなくて、もうあのセコイ釣り、コツ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 、ずっと前から言うよね、セコイ釣り。そうそう、セコイ釣りをセコイ釣りが一番楽しいおかっぱりタックルとかしか持ってない人でもね、うん、そのまま持ってきてもらって。確かに、うん、全然エギングロッドで何でもできるんで。大体みんなエギングロッド1本は多分持っとると思うんで、うんうんうん、エギングロッド1本持ってきて、釣ってもらうと。なるほど。油代もさ、こう全国的に高騰したじゃない。そうですね、まあ、してるじゃない今。高いですね。お船代も高くなるんじゃないのジャパネットさん渡すまあ好きな時間帯で、まあ、5、6時間選べますよと、はい、はい、それでなんと7000円でございます。安い安いで、まあ、今回リルレさんに乗ってもらったりとかっていうのも理由があるんですけど、うん、キャンペーン的なことをやろうかなっていうふうに思って、ほうほうほう、8月いっぱいまでにしようかな。はい、どんぶらこのインスタグラムをフォローしてくれてる方は、はい、2000円引きします。おー、2000円引き、やばい。2000円ですけど、はい、うわ、いいじゃん。なんで、まあ別に何回来てもらっても大丈夫です、うん、あの1人1回だけとかじゃなくて、うん、もうインスタフォローしてますよってパッて見してもらったら、どうぞ5000円でって。8月末まで、はい、今年の、まあ、夏休みいっぱいまで。ありがとうございます。うん、まあ、ありがとうございます。俺らの食べじゃないから。まあまあ、まあ、うん。俺らで、ね、皆さん、どうせ請求されるのよ。バッチリ請求。インスタグラムの、はい、アカウント、概要欄に、リンク載せときますんで、気になる方はぜひチェックをしてくださいということで。お願いします。お願いします。はい、今日はお世話になりました。ありがとうございました。じゃあ、船長、釣果の方を。釣果ですか？お願いします。はい。俺が連れてイカちゃんたちですよ、みなちゃん。やっほー言っちゃった。はい、ドドーン。ドドーン。
イカちゃんたちですね。半日の釣果ですよ。ということで、はい、釣果見ました皆さん。素晴らしいじゃないの。良かったんじゃないですか。ねえ、我々初心者だから、初心者が釣れるってことはやっぱり場選び、船の流し方が良かったってことでしょ。はいはい、ドンブラコの仕業なんでしょってどこまで行くんだとドンブラコと。ぜひね、ドンブラコ概要欄にリンク貼っておくんでチェックしてください。テップラン面白そうだなと思う方はですね、高評価、はい、お願いします。コメントなんかもですね、もらえるとすごく励みになりますのでよろしくお願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ドンブラコ。